selamat pagi semua. Nama saya Chili. 皆さんこんにちは、チリです。今日は私がマレーシアに留学していた時に所属していたスチューデントカウンセル、学生会についてお話ししたいなと思います。まあ、マレーシアの大学によって、まあ、学生会に入るなんかルールとかやることって違うとは思うんですけど、私が通っていたコタキナバルの学校の場合について今日はお話ししたいなと思います。そもそもなんで私が学生会に入ったかっていうと、私はもともと学生会に入る気は、まあ、正直なかったです。なんですけど、まあ、学校の友達がチリなんで学生会入んないの、なんて候補しなかったのってなんかすごい言われたんですよね。まあ、これが友達だけじゃなくて先生たちにもチリなんで入んないんだっていうのをすごい言われまして、まあそうは言われても私英語全然できないし、なんかスチューデントカウンセルをやる余裕あるのかなと思って最初は入らずに、まあ普通に学生生活を送ろうと思ってたんですね。まあ、それが、まあ、ちょっと途中で学生会を辞めちゃった子がいて、まあ、グラフィックデザインの担当ができる子がいなくなっちゃったので、まあ、急遽私が入ったっていうのはあります。まあ、でも今思えばこの学生会に入って私は良かったなって思います。まあ、まず一つ目はそのスチューデントカウンセルの仲間たちと距離感がもっと近づいて仲良くなれたっていうことです。まあ、会議をすることとかももちろんあったんですけど、それよりも放課後、まあ、学生会だけのメンバーでご飯を食べに行ったり遊びに行くこととかあったので、なんかそれはこの学生会に入っていなければ体験できなかったこともあるので、私はすごい入ってよかったなと思います。そして就職をする前に、まあ、どうやってこう仕事上で必要なことのコミュニケーションを取るのかっていうのも、私は学べたなって思います。まあ、私はグラフィックデザインの担当だったので、まあ、一人で黙々と作業するってことよりも、まあ、どういうデザインでこう作ってほしいかって依頼を聞くこととか、まあ、あと先生たちと相談するって機会があったんですけど、あ、なんかこのスキルって社会人になっても役に立つなって思うことが結構ありました。やっぱりクライアントさんの意見を聞かなきゃいけないし、こうより良いデザインをするためにはどうみんなと会議をすればいいのかっていうこととかも、なんか話し合う、こうスキルっていうものが私は身についたんじゃないかなって思いました。学生会に入ってよかったなって思うことは、まあ、就職とかの面接の時に学生時代頑張ったことは何ですかって聞かれた時に、学生会でグラフィックデザインの担当をしてこうより良いデザインをするためにどうすればいいのかみんなと話し合ってコミュニケーション能力が上がったことですって言えることがすごい私は嬉しいなって思います。まあ、言いながらも残念ながら私は就活中に学生時代頑張ったことは何ですかって聞かれる機会は、まあ、ぶっちゃけなかったんですけど、まあ、でももし今後転職活動とかで聞かれる機会があったら、私はもう全力でご利用しでこう学生会でグラフィックデザインの担当をしてこのより良いデザインとかをするためにはどうすればいいかっていうことを一生懸命考えたっていうことを話せるかなって思うので、なんかこう自分の人生の経験で誇れるものができてすごい良かったなって思います。で、この学生会の入り方なんですけど、まあ、私の学校の場合はまず自分から立候補をします。で、その後私の学校だと確か15人だったかな、15人の、まあ、署名が必要で、まあ、自分から署名活動をして、この人は学生会のメンバーになっていいと思ったならサインをもらえるので、まあ、そういう形で自分から営業をやっていくっていうスタイルで、まあ、なんか学生会のメンバーで候補してる姿を私は見ました。まあ、先ほど言った通り、まあ、私は途中から入ったってこともあったので私はぶっちゃけ、まあ、その署名活動をやる機会はなかったんですけど、まあ、なんか一生懸命みんなやってるってよりも、まあ、みんなサインしてってこう楽しそうにこうなんか署名活動とか営業をやってたのがすごい私は今でも記憶に残っていて、まあ、どちらかといえばもう一生懸命頑張るっていうよりもともかく全力で楽しむっていう友達の姿がすごいなんか見てて楽しいなって思いました。で、も
もしマレーシアに留学する機会がありましたら、私はもう全力でスチューデント観戦に入るのをおすすめします。やっぱり友達とも仲良くなれるし、仲良くなれるだけじゃなくてコミュニケーション能力とか英語力、あとこう社会に入る前にどうやってこう人となんか接するかっていうことをたくさん学べると思いますし、何よりこう学生時代頑張ったことの誇れることの一つじゃないかなと思います。なので皆さん、もしマレーシアの大学に入ることを検討している方がいたら、ぜひ学生会スチューデントカウンセラーに入ることをおすすめします。もしこの動画が参考になりましたら、いいねとあとチャンネル登録お願いします。ということで本日の動画は以上となります。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。テンパラギー。